はい、おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今年初めての動画ではないんですけど、これですね、筆ペンのちょっと説明をしたかったので、今日は選び方、まず選び方とどんな種類があるのかっていうのもちょっとお伝えできればなと思います。一般的に多分コンビニとかでもよく売ってるのがこちらですね、中字と呼ばれるもの。今日はペンテルさんのものを使って全てねやっていきますけど、この中字ですけど、この中字のものを見ていただくと、ちょっとここにね置きます。で、隣にそうですね、すごく似てるんですけど、積み穂、あともう一つ極細っていうのがあるんですけど、これが積み穂です。積み穂っていうのは少しだけ先の部分を比べていただくとスリムにできてます。シュッとした感じなので、細かい字の方がこっち適してますね。で、すき穂っていうのは青いキャップで売ってますけど、ひらがななんかの草書体とか書くときに使いやすいそうです。あまりこれはね、出番はそんなに普通の宛名書きなんかではあまりないかなと思います。で、皆さんが、多分小さく書きたいとかそういう時に極細とか結構選びがちなのかなと思うんですけど、多分何も知らずに中字と極細って言ってたら、もしかしたら極細選んでしまうかもしれませんよね。ですが、これ見ていただくともう全然違うんですよ。この穂の部分の太さ、こうですよね、太さから違うので、ただ使うのって穂先だけなのであまりここの太さって関係ないんですけど、逆にこちらの細すぎるものっていうのは腰がなくてすごく柔らかく感じると思うんです。ここはね、腰がないんですよ。跳ね返りというかね、そういうのが感じられなくて、そうすると結果的にはこちらの中字の方が書きやすくきっと感じると思います。なのでいろいろ試して買ってみるのが一番いいんですけど、試し書きもねなかなかできないと思うので、ちょっとお伝えできればなと思った次第です。で、あとは違いとしては、そのぐらいなんですけど、宛名書きで選んでいただきたいのは、ここの見ていただきたいところはね、これ書いちゃったのかな、シール貼っちゃったのでわからないんですけど、水に流れにくいとかなんかそういう記載があるんですよ。で、普通に何も書いてないものも売ってるので、これ書いてないですね。水に流れるタイプのものを使ってしまうと、宛名書きだとね、たまに濡れてしまったりすると流れてしまうので、そこは水に流れにくいって書いてあるものを買いましょう。それで書くといいです。それから初めの使い方ですよね。こういうふうに今下に半紙があるのでちょっとかさつきが余計目立って見えますけど、こうカサカサしてる場合、まずは書き始めにこういらない紙の上でこのねお腹の部分を押してあげます。そうするとこうやってブチュブチュって出てくるんですよ。で、これ結構飛び跳ねるのでちょっと注意が必要で、下にね必ず何か引いときましょう。それで少し整えながら、でこういう風にしてからちゃんとしたものを書き出すっていうところです。はい。で、こちらはねまた中字で同じなんですけど、どうやら黒がすごくもっと濃いって書いちゃったかならしいです。なんか同じ中字でも本当にいろいろ出てるので、この軸の色とキャップの色を目印に探してみるといいかなと思います。これは水に流れにくい中字タイプっていうのが確かこれですね、グレーで上がこういう色のキャップ。で、カートリッジももちろん全て出てると思いますので、皆さん間違えないようにいろいろ試して書きやすいのを探してみてください。はい、それでは失礼します。